はい、お疲れ様です。えー、今日は、3年でビジネスオーナー、副業で大切なこと。じゃようわからんないタイトルですけど、俺も <laughs> ようわからんないだけど、まだ。あの、まあ、1年でも3年でもいいんだ。まあ、でも、まあ、商売やりたいなーって考えてくれて、考えてる人が見て何からやっちゃいいかわかんないなーっていう人が、ま、見るからね。まあ、別に1年でも2年でも3年でもいいんだよ、別にこんなもんは。うん。で、あのー、まあ、たまたまさ、 昨日かな今日だったかなちょっと昨日今日忘れちゃった。あ、昨日か、昨日ですね。まあ、ある取引先、まあ、その建設会社とかじゃなく、その職人とかじゃなくてね、そのまあ、例えば広告会社とか、まあ、例えば何、会社の、まあ、パソコンとかを販売してる人だとか、いろんな取引があるわけじゃん。まあそういうところの従業員のことを電話で喋る機会があって、まあ、しかもちょっと俺、お叱りの電話だったんだけど、ちょっとし借りって俺が文句言うね。 一応どうなっとんなみたいな。ま、あそのね、職種とか言うと、ま、あそのそこの社長に、社長っていうか、ま、あ会社、大きい会社だけど、そこは。うん、なんか、ま、あ変に、その子がなんかごちゃごちゃやる。その子、ま、あその子が副業やってるんですけど、ちなみに。で、その子とまあたまたま喋って、ま、あ一年ぐらい前かな、その子に、あのー、こうしたらどうあしたらどう副業やったらどうみたいな。そこから始めいいじゃんって。なんか独立したいなどうのこうのって言っとったから、ま、あたまたまそんな話をする機会が一年ぐらい前にあったんかな。 ならまあ今実は、俺もそういう何ヶ月ぶりにそのこと今日喋ったから、昨日か。ならまあ実は社長に言われて服用始めたんですよ、みたいな。で、ああでこうで、ああでこうでって言ってて、うん、すごい嬉しそうにしよったっていうかね、楽しそうにしてたから、まあ、ちょっと動画にしたいなと思って。見てる名前言わないけど、<laughs> 名前言ったらね、わかっちゃうもんで、ね、<laughs> あれですけど。うん。で、まあ見てくれてるらしいんですよ、その人もね、動画。 うん、だから、まあ、ちょっと今日、その話。まあ、これいい、みんなのヒントに本当になると思います。で、その子は、ま、実際にもうお金稼いでる。まだやって2ヶ月ぐらいちょっとかな。うん。で、お金を生んでる。だから、今日本当にちょっとはあの、いい話になると思います。えー、また、恒例の話ね、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。で、グッドボタン、チャンネル登録は、まあこ、こっちにわかんないし、本当にわかんないから、<laughs> あの、ぜひ、あの、グッドだけでもね、押してね、本当にね。まあ、つまんなかったらバットでもいいんで、 まあ、とにかく本当に分かんない。まあ俺ら世代の人結構30代超えの人も見てくれてるから結構押すのやだなーっていう意識のマインド大きいからねぜひあの押してくださいお願いしますはい、はい、まずはなん小さく始めてノーリスクこれをねそのまあ昨日の子今のお前一緒になったら危ないなあの子が まあ、二十、あ、いくつなのかなこの間まあ、結婚したとか、まあ、言わん方がいいかもしれないけど。あまあ、若いと思うけど、まあ、まだ、三十っ豆もかな。あの、小さく始めて、老衆、まあ、これを、なんか、俺から言われたって言ってたの。で、俺も、ああ、覚えてる覚えてるみたいな感じなんだけど、いや、いきなり会社辞めて、なんか、いきなりじゃあ、もうなんか商売やりでね、そんな、 まあ勇気あるやつみんないでしょ。俺なんかもうほんとろくでなしだったから自分で会社やるしかないみたいな状態だったから別に良かったけど。まあ職人やってると、まあ職人やってるとね、あの常用って言って一人親方でどこでも行けるもんで、ね、あの、まあ独立しやすいっていうのもあると思うんですけど、まあ俺なんかまあどっちかって言うとそっちのタイプですけど、会社員とかだとさ、またなんかボンバーンってやめてね、 何かやる,やるぞって言ってもそのねあんまり規模が大きい会社で勤めておると自分でじゃあ同じこともやれんわけじゃんだから俺はそういう人たちにおすすめなのはもうまずノーリスクまあノーリスクってどういうことって言ったらまああんまりお金をかけないだよねまず、まあ、もちろんゼロでは難しいと思うんですけどでその子が言ってたのはたまたまねまあ言っていいかどうか悪いかわからんけどあのネットでさ まあいろんんんなな海外とかかからも物買えるじゃん今の時代なんかでそういうものを買って日本に転売すると。うん、でそうするとまあまあその儲けも少ないけど今はまあ楽しくやってますみたいな感じ。うん、で、まあ、そういう中でさ何、まあ、まず一つそのアドバイスできることはさ本当にじゃものまあね何でもいいやスマホのケースでも何でもいいじゃん買ってきて100円で買ってきて200円で売る。で いやそんなことだってなんか泥棒じゃんって思う人も多いと思うんですけど俺決してそうじゃないと思うのだってあのそれが200円が高えと思ったらさ別に買わないだけ残ったから別にいや嘘がやったらないのこのケースは <laughs> ねあのプラスチックでできてるのに鉄でできてますとか俺もこいだあったんだけどさ、まあ、あの携帯のさ、まあ、海外行くからってあのバッテリーを買ったんだわ今近くにねえからちょっと待ってよ 見苦しいとこ見せたね。このバッテリーがさ、これか買ったんですよ。これなんかこれ軽いって書いてあってさ、うん、ね、なんか、ね、軽いって書いてあったもんで、ね、ね、これね、スマホにつけてこれ充電できるんだわ。で、これ買ったもんね。もともと、これを、あの、社員の人がね、これしとったもんで、ね、あの、あ、それいいね、ちょっとそれ海外持ってもいいね。なんか、あの、バッテリー2個繋いでやるとめんどくさいじゃん。だから、これいいやん、ってさ、まあ、これ買っていこう、って俺、まあネットで買ったらさ、で 俺はとにかくもう重たいの嫌だから、ポッケに入れたいからね。海外っていうのはカバンなんか持ちたくないもんで、ポッケに入れたいから、まあもうちょっとそんなね、2回も充電できんでいいし、別にちょろっと50%ぐらい充電できるぐらいのね、安心感を持ちたいだけだもんで、そのもっと軽くて薄いやついいやと思ったのに、グラムがもう全然違うんだわ。うん、でも軽いっていうためだけにちょっと、ね、その人が持っとるやつと同じやつを買えばよかったのを、それを買ったのに、 その人の持ってるやつも軽いんだわ。マジかと思って。それはいかんよね、商売としては。だけど俺こんなもんも、さっきのやつもそうだよ海外で何ぼでもさ、ネットで買えると思うよ。で、それを転売して。でもお、ただ俺でもそうだけど、わざわざじゃあさ、そういう、なんか海外のサイトまで行って、1個のあのね、1000円か2000円ぐらいのもののために、そんなことしないんだわ。 でそういう人たちっていっぱいおるし、もちろん。知らないからアマゾンで買ってる人もおるけど、アマゾンで売ってるものもあれだよ。そうほとんど転売屋ヤーみたいのが、この1000円、2000円、3000円のものなんてね。結構あるでね。で、海外とかも行って、で、なんとか見ると、はみたいな。 あの、バッテリー計算が 10, 10個で何千円で売ってるやつすかあるでね。まあ、壊れる壊れんがあると思うし、で、ちょっとあれだすあれですけど。うん。だけど、そういうもんから始めても、その後もね、5万円ぐらい月稼ぐって言っとったかな。ちょっと俺もはっきり覚えてないんだけど、2、3ヶ月だよ。だから俺は、そういうことから始めてきゃいいんじゃないのって思うんですよ。まあ、職人さん、まあ最後に、ちょっとあの、どういう職人だったらこんなんあるんちゃうっていうの出すんで、まあ、あんまりあれやったり、これやったり、ちょっと話し,しないんですけど、 とにかく、本当に、ちっちゃなことからもう始める。俺、これもう絶対テストだと思うんだわ。今の俺でもそうだと思うんですよ。じゃあ、塗装業でやってる。でも最初はちっちゃく始めて、で、今ここある。じゃあ、今の話をすると、じゃあ、YouTube 始めるっていうのも、最初はちっちゃくや人なんか雇わないんだよね。だから俺は現場で自分撮ったの。でも、最初からじゃあ人雇って、動画撮って、いろんなことやってたら、火を食っちゃうじゃん。 で、やめれんくなっちゃうでしょ。だから俺はそれやんない方がいいんじゃないって思うんですよ。あ、そうそう。それで、その子も言ってたな。ちっちゃく始める。まあ、まずじゃあ、じゃあ動画編集どうするんですかって言ったら、そのね、クラウドワークスって、まあ、俺はそこ結構使うんですけど、あの、在宅さんって言うんかな。で、うちの動画編集とかも、この動画もあのやってくれてる人も、結構、まあ、編集する人に、まあ、失礼な言い方になってないと思うんですけど、その、お値打ちにやってくれる。で、まあ、あ 値段はまちまち。その、10万円くださいっていう人もれば1万円くださいっていう人もれば5万円くださいっていう人もおると思うんですけど、その、なんちゅうかな。あの、いっぱいいろんな制約があって、私は例えばじゃあ、あの、女性だったら外に働きいけないけど、家でちょっとやれることだから、ちょっと安くてもいいんですよっていう人もおれば、いや、私はこの、例えばこれが好きだから、まあ、例えばなんだろう、まあ、動画編集しよっか、動画編集だから、もう好きだから、 ただその納期もうるさくないから付き合ってるとか、まあ、いろんな条件があると思うのだ例えば俺,俺発注側でもそうだよねいやこれやってくれなこれやってくれなこれやってくれな普通のお前近くの会社に頼んだら「お前こんなもんお前5分頼んだら10分でやらしてくれるぞバカ野郎」って言って行ったって「ちょ魔法か」ってなるじゃんだったらそっち頼めってなるじゃんねだから何ちゅうかなそれはやっぱで俺は全然問題ないよそこ例えばまあちなみにこの編集してくれる人は、まあ、毎回見てく 見る,見るっっててか直してくれるるねちょこっと、まあ、見るんですけどもうすっごい人なんだめっちゃお姉ちゃんやってくれてるんだけどむっちゃ早いしいつも「もういつでもいいですよ」って言ってんのにもう次の日にはパーンって上がってくるの本当にねあのこ,のこの場を借りて俺言いますありがとうございます、まあまあ、全然お姉ちゃんってで、ね、まあちょっと費用かかるんだったら余分に出してくださいあの値段言ってくださいねって言っても結果言われたことないもんな値段も。 うんだからすごいそういう人もいっぱいいる。そういう人と巡り合えるし、で、俺もその人たちと出会うまでに、今、普通の YouTube の編集まで全部頼んでるから、出会うまでにもう何十人で使ってるよ、もちろん。だからそういう意味でいきなりバーンって人を雇うってそれだけリスクなんだわ。あの、何言ってたら、従業員もし100人雇ったら100人使わなきゃいけないからね。 うん、だけどこういうところで出会った人に、まあ、まずじゃあ1,000円のものから頼む2,000円のものから頼む100円のものから依頼してもいいわけじゃん、うん、でその子は言っとったからその、まあ、あの発想外注にしとるともうだけどその人に支払いなんか月500円600円しかまだ払ってないんだけどまあお互いに今すごく楽しくやれてますみたいなね、うん、だから本当にまず小さく始める頃ちょっと長引いちゃったんですけどで次行きましょうかはいあの1年後のことまで。 考えない、うん、まあ1年後のことまで考えないじゃいう何,何のことかっていうとあのんちゅうのかなじゃあ俺がまあじゃあ YouTube やり始めましたと YouTube やるはもう目的はあったんですよ。あの唾、ー、液塗装のその比較サイトみたいなのがまああるんですけどあまあ有名なところもいっぱいあるんですけどまあそういうのをやりたいなと思った時に、まあ、広告宣伝ってすごいかかっちゃうから。 あの、YouTube で全国の外液塗装の悩んでいる人に向けて最初は作り始めたんですよ。職人さん向けじゃなかったの、もともとは。でもつまんないからやっぱ再生が伸びなくて。で、死の者してるうちに、まあ、職人向けに作り始めたんだわ。で、まあちょっとまあ、この間もチラッと言ったかもしれんけど、あの、求人だってこんだけうちにも全国から来てくれるから、全国のいい会社さんを集めて、全国の、あの、 今もう明日にでも辞めたいっていうやつらをつなぐことをビジネスにしようと思ってるんですよ。で、俺は YouTube であんまり金かかってないから、求人会社よりも安く提供できるわけじゃないですか、皆さんに。だから俺はこれはいいビジネスだなと思って。でもね、なんか先のことなん考えてないわけ、あんまり。でもみんな俺そんなもんと思うんだよね。会社俺やった時にだって塗装やんなんて思ってなかったもんね。で、今でも言ってる。俺は塗装を辞める覚悟があるっていつも言ってるけど。 うん、だけど、やってる以上は一生懸命やるだけで、一本。あんまり俺はもう塗装屋もやって、飲食もやって、ね、いろんなことをやるっていうのはあんまり好きじゃないから、うんうん、もう一つのことをやって、だったらその、こ例えば、10を3個作るよりも、十三30を1個作る方が、俺は簡単、俺はですよ、簡単だと思ってるから、まあそっちに力を注いでる。まあ俺はそう向いてるんだろうね、ほんで、一つ。なので YouTube でもやり始めると、 こうやって真剣にガン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 やるタイプだから。だから、うん、まあやってるし、じゃあ全然違う、塗装業じゃないこと取って、そっちをまたビジネスに転換かけるっていうよりは、塗装の周り。で、うん。だから元々は全国展開しようと思ったけど、今は別に全国展開して、俺らのね、価格でやる必要ないんだ。もうおるもんね。関東、関西にも。昔は本当に高かったんだ。俺がやり始めた時は外気塗装って。 だけど、愛知県で、もう本当にもう高いや、や安すぎるから、そこ、って言って文句言われたけど、うん、だけど、儲かってるし、潰れない。どうせあんなとこすぐ潰れるって本当言われてたんですよ。最初の頃ね、塗装業界めっちゃ嫌われてたからね。だけど、潰れないし、なんなら俺やり始めた十何年前よりも安く提供してるからね、今。うん、だからそれぐらいやっぱ俺も、こう、どん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 品質、ね、職人も自社で全部抱えていて、そんな会社ないでしょ、この規模で、これだけの職人抱えてるとこって。と思うんだよな。 うん、まあまあそうですねあんまり先のこと考えないね次のステップが来るまあねまあちっちゃい話で言うとその子がまあね、まあ、まずは、ね、ネットの転売やってるとじゃあそれねそれで100万稼ごうと思ったら1000万個売らなかんとだけどそんな先のことまでまず考えにいいと思うんだわまずじゃあ月3万円稼ごう5万円稼ごうそっからね まあ次の点が行くと、で、次のこれが見えてくるんですよ。これ手入ってるかな。うん。で、なんちゅうかな。で、あの、今おる俺の視界と今この動画見てる子たちの視界って全然違うと思うの。でもあ、視界の広さは同じだけど、見えてるものが違うと思うの。で、俺のところにはじゃあその、ね、皆さんね、今まだ現場でね、従業員として働いてる子たちの、 情報って、俺は従業員からこうやって吸い上げてるんだ。今の状況、どう、お客さん、今どんな感じとか。だから、やっぱ俺の情報量ってみんなより絶対的に多いからさ、言えることだけど、その、そっから見てもう絶対に俺の気持ちなんかもうわかんない。でも、うん、その、次のステップ行った時に、まず5万円稼いだ時に、あの、次の本当に新しい何かが見えてくる。 でも今それを、じゃあ月50万円稼ぐことを一生懸命探したって、見つかんないと思うんだよな。うん。だから、うんまあ、まずは、うん、本当に目の前のことって言ったらあかんけど、あの、近い将来、近い将来ね。あの、今日焦って今日むしり取るみたいなことは、明日むしり取るというか、もう今日の金っていうか、そういう感じじゃないよ。うん、ただ、うん、これ、目やっていこうね。ね月5万円。 だけどこれ100個やっても結構大変だなとも思,思うわけだ。自分でこんなことを100個やってたった5万円かって。で、周りに本当にまあその頃にもそれアドバイスしたけど、周りが冷やかしくると思うけどって。絶対冷やかしくるんだ。そんなことを前やって毎日、ねえ、仕事終わってから3時間も4時間もやって1日500円にしかならんだったらやめた方がいいやん、みたいな。絶対言われると思うんだよね。だけど、 うん、まあ、学ぶからね、そっから。から次、5万円が10万円になって、10万円が20万円になって、20万が30万になるんだよ、絶対に。いきなり1000万稼ぐとかも。だってないでしょ、ありえないでしょ。うん。だから、ちっちゃな、その、ね、たった5万円でもいいで入ってくるように、1万円でもいいで入ってくるように、しよう。何か副業でね。うん。まあ、それを本当にやってほしいな。ちょっと長なっちゃうな、まあ、また今日な。はい、じゃあ次行きます。これちょっと、ちょっとあれだよね。わかりづらいよね。好きなこと。 楽しくできること。これ、ま、罰。好きなことは罰。よくさ、俺、ま、あこれ、ま、ああんまり長くなっ今日の動画からっちゃうけど、あれなんですけど、その、採用とか新卒採用とかもしてて、みんな言うことがさ、やっぱ自分の好きなことを仕事にしたいって言うんですよ。うん。まあ、例えばなんだろうな、服が好きだから洋服屋に働く。だけど、じゃあ洋服屋に働いて、じゃあ何やんのって言った段ボール開け、毎日開ける作業。 うん、入力。ね。服の在庫管理の入力。ね。で、服が好きだからって服なんか触れないわけよ、別に。じゃあ、お客さんとの接客、営業みたいな数字に追われる。うん。だから、なんちゅうかな。好きなことじゃなく、好きなことって何言ってた時に服。だから、洋服屋で働くとかさ。だから、私は好きだからって、携帯が好きだから。まあ、そんな子思ったら昔従業員で。 会社辞めます僕、スマホケースとか好きなんで、スマホショップで、スマホのなんか、あの、カバーケースで働きますって言って、辞めて、そっち、なんかどっか行ったみたいなんだけど、まあ、その同期の子たちが、まあ、教えてくれたけど、まあまあ、またすぐ辞めました、みたいな。それ辞めるよね。携帯けケースが好きだから、携帯ケース屋で働いたって、嫌でしょ。うん。だからか、俺は思うのは、ただでもその、ね、じゃあ嫌いなこととか、なんかもうわけわかんない嫌なこと。 をそのね苦になななるよううことと毎日やれないと思うんですよ。で俺その子と今日あ昨日喋ってた時に言ってたのはやっぱもう電話してたら「今こうでこうで今こういうのがこうやって仕入れてでこれがいくらぐらいで売れて」ってもうなんか仕事の話してる楽しそうに話すんだよねで俺もまあたまたまね待ち合わせがあったもんねまあちょっとまあまたかけ直すわ」みたいな「また今度はゆっくり聞かして」って切っちゃったんですけど。 もううすごい楽しそうにしそにてんのでもそれってじゃあさ、じゃあスマホのまあケースでまあ例えていくるとスマホのケースが好きだからスマホのケース買って売ってるわけじゃねえと思うんだよね。ただその人は多分ね、営業さんだからさ一応人と話すこともすごい好きだし、うん、だからその何がその人は楽しいってやっぱりじゃあそのね、あのそういう 在宅さんにいろんなことをお願いいししたりしていや自分でわかんない世界でそのな何が儲かるかなって何がね今人が儲かるかなじゃなくて困ってるかなみたいなことだよね、うん、あでもこれスマホケース日本で1,000円ですごい売れてんだってだけどこれねこっちで買ったら300円で買えるんだって、うん、だからそれ困ってる人助けじゃんだからこれ今度900円で売ってあげいんんだもんね別に300円で知るような何しようが。 うんあので売ってあげも,もちろんじゃあ一個買ってみて自分で試してみてとかねいろんなことがあると思うんだけどビジネスやる上で、うん、だから、うん、その子のやっぱ楽しみってやっぱそこにあると思うんだよね、うん、でその,その人は多分人も好きだからその、ね、在宅さんにもう何人もつ5人ぐらい使っとるって言ったからちょっとこれウロ覚えなんでちょっとあれですけど、うん、でその人たちにまあいろんな発想を頼んだりとかでも、まあ、こうやって一緒に打ち合わせして。 こうやってやっていきましょう。来年は、これぐらいまで僕も頑張るんで一緒にやっていきましょう。って言って、月500円の支払いしかしてないんだけど、すごい楽しいです。って。うん、まあお、思うもね、俺も商売やってて、お金だけのためにってのは、もう毎日働けんよね。別に俺毎日飯食えるだけ金あるし、別にさ。だけど、やっぱ、ね、YouTube やっててもそうじゃん。別に YouTube やって本当金広告宣伝やから知れてっからね。うん、だからそれを、まあじゃあ社員と一緒にやんやんや,や,やってやっとるって。 楽しめるだからまあしね自分のところで働いてる人間は当まあ、うん、ねえ子供みたいに可愛いって言ったらちょっと言葉がちょっと違うかもしれんけどだから怒れるし本気でもうあの、まあ、手出し道っだったら手出したいぐらいあのね怒ってあげたい時ある、うん、まあなかなか今ねほそんなことやったらえらいことになってもらうので手出さんけど手出すってまあバギンって殴らんかもしれんけど。うん ねえ。それは俺もだって中学校の時、もう本当に殴ってもらった先生、すごい好きだったよね。だから、うん、殴ってもらうの大事だ。まあまあ、その話じゃないか。も、ま、う、あ、やめようか。うん、だから、うん、楽しめること。うん、だからそれ今、その副業をやり始めて1ヶ月2ヶ月やって、本当に嫌だ。俺こんなこと嫌だと思うんだったら、辞めるか、在宅さんにやってもらえばいいんですよ。で、うちで、俺でもそう。これはだ、俺がジ,ジムのさ、じゃあ、 領収書全部ね、会社でもう多分何百枚ってなると思うね、入力しなあかんわけじゃないですか、多分。もうまあまあ入力しなあかんね。今まあ外注さんに頼んどんかな。だけど、俺はそれ好きだったらやりゃいいんだよ。社長でもだって経理系の社長強い人、営業系が強い人、現場系が強い社長さんっていっぱいおるじゃん。で俺は、じゃあそれを好きな人を取ってきて、やってもらうわけじゃないですか。だけどじゃあ本人はしない。じゃない。じゃない <laughs> って言ってたがあるけど、その、 いや、これ間違えたらあかんぞこここういうところに入力するんだぞって。俺もだって会社やって、最初はもうやっとったも。もうクでくでしょうない、ね。もう足がこうガタ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 こうやって動くぐらい。<laughs> ああ、もう早く、年とか言っ,って、だったらもっと人と喋りたいって。もう人と喋りながらこうやっていつもね、間違えるし。向いてないんだよね。うん。だから、うん。それは人に頼めいで、今そういう時代になった。俺はもう十何年前そんなことはできなかったし、能力もなかったし、まあ十二年前からあったんかもしれんけど、今はもう本当に、ねえ、家で何でもでき。 依頼できるし、そのネット上に、ね、うちもやったけど、店舗と店舗、テレビ電話で繋いで、24時間つけっぱなしにして、おーい、なになにみたいな。なんすか、社長みたいな感じで、やれるぐらいテレビ電話もつなげるんですよ、会議室とかも。だから、お金かかんないよ、無料だよ、それ。パソコン2台あれば無料だよで。そんなことができる時代だから、うん、そのね、1個いくら、10円でやってもらう、でも100円でやってもらうでもいいと思うの。 で、最初はお金儲かってないでごめんね、10円で、ってね。ね、これちゃんと儲かるように頑張るで、って言って、やってきゃいいと思うんだみんなでね。で、俺は、まあ、うん、だから、楽しくできることに集中して、楽しめることを、うん、商売にして、だけど、うん、まずは目の前のことやっていくっていうことが大事なのかなって思います。はい。じゃあ、最後に、職人でもできる副業か。 まあちょっと今日ったんで、さらさらっと話すんですけど、まあ、さっき言った転売の話しました。で、俺、現場仕事ね、これ、俺、俺、びっくりしたな、今日ちょっと、一応はもう喋る前に、一応、いろいろネットでいろいろ調べたんですけど、じゃ副業で多いってね、これ、現場仕事っていうかね、だって、建築土木とかいろいろ含めての、その、作業が、全体の25%か30%ぐらいあるっていてだったね。 でどういうことかなと思ったらやっぱり夜やるとか俺もそういや昔働きながら夜あの荷物を入れるねあのなんか黒猫山とかなんか知らんけどああいうところで荷物をさその仕分けするみたいな作業あ夜アルバイトしてたわって思ったんですけどそういうのまで含めるとねそんなんてもう先ねえじゃんって経営者になってこれ独立する。 それどうせできねえじゃん。だってそんなことも最初にも言ったように考えなくていいもんねやったら本当にいろんな、俺はその黒猫の仕分けでも本当にいろんなこと学んだ。だからいろんなこと学ぶから別に何でもいいんだ居酒屋の店員でも何でも。うん。だけど本当にさ、うちでもそう。やっぱ働いてくる子。新卒で大学卒業して働く子でやっぱアルバイトしずに来る子ってダメだな。うん。まあだって俺はもうこれからはもう絶対にアルバイトとか働いてた子。 親に、もう、囲われて、ちゃほやされて、育った子って、うん、やっぱ苦労するよね、どこ行っても。うん、だから、働いた子を雇いたいなと思う。まあまあ、ちょっと話ずれるのやめようか。で、まあ、あと、ウェブ制作、動画編集なんか、もう、本当にこれもう、クラウドの真骨頂だと思うけど、だからって、これで独立するシーンはなくてもいいと思うんですけど、あの、動画編集なんか僕できませんけど、俺でもね、ちょっとはできる。できるっていうのは、誰でその、レベルがあるから、 で、うちで言ったら、ちなみにカットしかしてもらわずに依頼するとかもあったし、だからその動画編集どうせそうだね、あの、学校で学んで、今、ちょっとね、社員で一人入れて、まあ今まだ使用期間で3ヶ月様子見させまもらうぞって言って言っとるけど、2ヶ月だったかなちょっと忘れたけど、そ,その子はまあ学校で実務経験は1年。でもそんなやつはもうレベル低いよ。その,その子が悪いとかじゃなくて、ええ、すごい一生懸命やってくれる。いい子だけで、あれだけど、 だか、なんちゅうかな。もう学校で学んだこととかなんか。だって俺は学校行ってないからやれないわ。関係ない。ソフトだけ買ってきて、今もうパソコンでなんか検索したら何でも出てくるから。ね俺もその子より知ってることいっぱいあるもん。いや、ネットで調べてみて、それ多分出てくるぞとか。パソコンでいいや、ショートカットとかね。だからパソコン触ったことない。ローマ字わかんない。ローマ字は出てくるから、ネットでね。で、パソコンの操作。あれこの、車収書ってどうやって打つんだろうと思って。さ、まあ車収書どうやって打つんだろうと思って、その車が打てないもんね まずいけど、だから、なんちゅうの、濁音とか陰、陰音とかなんかね、あるじゃん。まあ、そういうのどうやって入力するんだとか、携帯です検索してもいいよね。だから、出てくるわ。シャーってな、どうやって打つんだとか。うん、まあ、ほんで、その本のネット調べはもう何でもできるし、で、ホームページもそうだよね。俺ももうホームページなんか、うん、ね、昔は会社に頼んでもらって、それ何の品質のものを作ってもらったけど、やっぱ、うちウェブを結構、 何個も作るで、ね、在宅さんに色々頼んに頼う今もほぼほぼ在宅さんとまあ在宅でもちょっと会社やってる人とかのレベルだけどあまあ本当にもう何十人頼んだからホームページの編集とかそのコーディングにっていうんかなもう何十人頼んだけどほとにもうクソみたいなやつばっかやでだけどそいつらいいんだよだそいつらがバーみたいな値段で,で行ってきて頼んだら用でけえもんねお前なめとんかこらってなるだけで。 いや、僕はこんなレベルなんで、これぐらいしかできないですよって。うん。そういう人になれいいんじゃん。別に自分が。そういう人もおった。本当にコーディングできるけど、うん、すごい安くやってくれる。本当こんな値段でいいのってもっと払うよって言ったら、いやいや、僕なんかまだ勉強中なんで、こんな値段でいいその代わり納期とか文句読んでください。間違っても文句読んでください。みたいな人がで。そのことはやっぱ結構ないいな。長い付き合いになったねで。今はちょっともうウェブから離れとるもんであれですけど。うん。だから、 うん、ここら辺はね、俺誰でもできるでも。俺でもやるもんねもし俺が明日パーンって会社潰れたら、多分ここから攻めていくかな。あので、まあこれちょっといろいろ話はねもうわかるね。だいたいクラウドの活用って。で、そのクラウドでいろいろ頼むっていうんかな。あのー、いっぱいあるよ。今そんなサイトいっぱいあるから、うん。だからそれ調べてください。えー、もう今日も長くなりましたけど、あのー、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。